大谷翔平選手を応援するファンの皆様、新助ハンディマンです。皆さんご機嫌いかがでしょうか。今回は3つのマストドゥ、エンジェルスがやらなければならない3つのことについてお話ししたいと思います。エンジェルスにはマイク・トラウト選手という偉大な選手がいるにもかかわらず、勝てない、しかも、ポストシーズンに進出することもできないという状態で、かなりね、もったいないという状況なんですけれども、2018年には大谷翔平選手がエンジェルスに加入し、2020年にはアンソニー・レンドー選手が加入したにもかかわらず、まだ勝てずと、といったことなので、やらなければいけない3つのこと、こちらになります。まず一つ目、ロースター以外の選手に投資ということなんですけれども、主力選手またはベンチ入りの選手に投資しないということだと思うんですけれども、まあ今年ね、活躍しました選手、特にフレッチャー選手とかですね、ジャレッド・ウォルシュ選手、あとは投手で言うとマイク・マイヤーズ投手ですかね、まあその選手にはですね、さすがに、現状維持というわけにはいかないんですけれども、それ以外の選手ですね、あとは大谷翔平選手ですよね。来シーズンからは契約ね、するということなので、どういう契約になるかわからないですけど、さすがに大谷翔平選手もこのまま現状維持というわけにはいかないと思うんですけども、まあそれを踏まえてですね、ロースター以外の選手に投資をするということなんですけども、特にピッチャー陣の手こ入れだと思うんですけども、やはりエース級をね、獲得するとなれば、それなりのね、値段がかかるので、まあ、それを踏まえてでの、ロースター以外の、投資ということだと思うんですけども、まあ、うまいことですね、やってもらって、まあ、安い、値段を出してでもですね、いいピッチャーが取れれば、それはそれでいいと思うんですけれども、まあ、それもね、なかなか難しいんで、まあ、その逆にですね、高い値段を出して、うまくいかなかったという例もあるのでね、いやここはね、なかなか難しい、選択だと思います。2つ目は大谷翔平選手の、価値を最大限に引き出すということなんですけど、まあこれこそですね、やらなければならないことの一つになるわけなんですけれども、まあ今シーズンはですね、怪我やイレギュラーなシーズンで、いろんなことが重なって大谷翔平選手なかなかね、いい成績を収めることができなかったわけなんですけれども、まあこれまでのこともあってチームメイトや監督には信頼されているので問題ないと思います。なので来シーズンは二刀流をですね、ぜひやってもらいたいと思います。もちろんね、大谷翔平選手もそれを望んでると思いますので、ぜひ実現させてもらいたいと思います。そのためにはですね、大谷翔平選手はフルシーズンフル稼働で二刀流をですね、やってもらわなくちゃいけないわけなんですけれども、やはり二刀流をするのであれば、体にね、かなり負担がかかってくると思うんですけれども、そうとなれば、体のケアをですね、しっかり、しなければいけないんじゃないかなと思いますけれども、例えばですね、まあ、エンジェルスの、トレーニングスタッフだけではなく、個人的にもですね、トレーナーをですね、雇ってですね、それで体のケアをね、してもらいたいと思うんですけれども、またはですね、動作分析の専門家という人がね、いるのでね、その人に、お願いして自分の体がどういう動きをしているのか、そして最大限に力を生み出すにはどういう動作をすればいいのかというようなこともですね、いろいろね、考えながらやっていけば、もっとね、良くなるんじゃないかなと思いますのでね、そういうこともね、やってもらいたいと思います。そして大谷翔平選手は1年しっかりね、戦ってもらってですね、エンジェルスの勝利に大活躍して貢献してもらいたいと思います。最後3つ目は投手の獲得、それからさらに獲得、そしてもっとということなんですけども、これはですね、大谷翔平選手のファンならではですね、分かっていることだと思うんですけれども、大谷翔平選手が2018年から加入した時からですね、ピッチャー陣があんまり良くなかったのでね、そして、ね、2019年の年に、ピッチャーいい選手を入れるのかなと思ってもですね、なかなかうまくいかずですね、まあ2020年まで至ったわけなんですけども、やはりね、まあ、もちろんエース級の先発投手も欲しいですし、中継ぎもいい選手欲しいですし、最後しっかり締めてくれるクローザーもね、
欲しいんですけども、まあ欲を言えばですね、お金がねかさむわけなんですけども、まあそこら辺のね懐事情は本当にエンジェルスのスタッフじゃないと何とも言えないわけなんですけども、まあここをですねうまくなんとか、やりくりしてもらってですね、エンジェルスの、ピッチャー陣をですねレベルアップしてもらいたいと思いますね。なのでオフシーズンはですねしっかりね、考えて、いいピッチャーをですね、取り入れてもらいたいと思います。といったね、やらなければならない、3つのことなわけなんですけれども、まあ本当はですね細かいことを言えばこの、3つだけではないと思うんですけども、まあ一番重要なのはですね、やっぱり、皆さんが思っている通り、ピッチャー陣ですよね。あのピッチャー陣がしっかりしてれば、問題ないと思うんですけれども、打撃陣はですね今シーズンね、結構得点を取っていたのであまりね、問題ないと思いますので、やはりピッチャー陣ですよね。いい先発ピッチャー、いい中継ぎ、そして抑え、そして最後クローザーですね、このね、4つの部門でいいピッチャーをですね獲得してもらいたいと思います。まだ GM が決まってないのでね、何とも言えないんですけども、もちろんですね GM がいないところでもね、ピッチャー陣の獲得、いいピッチャー陣の獲得動いてますのでね、ここら辺もですね、追っていきたいと思いますので、また新しい情報がありましたら皆さんにお知らせしたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。もちろんね大谷翔平選手の最新情報がありましたらまたお話ししたいと思います。またお会いしましょう。それではまた。